2戦目は俺両方行ってた。俺勝ち点4プラス6だな、2巡目からは。引き分けは1位だ、こっちが3。13かな、俺1勝1敗だったもんね。あー、しまった。いやー、上がった11だ、俺11。父さんは1試合目は1勝1敗だから、うん、あ、そうか、1試合目12だ、みんな3だもんね。はい、1試合目が 4点なんだよ。あ、そうか、1試合目4点。あ、4点か。父さんは1分け1敗、1試合目が1勝1敗、1勝1敗かな。2巡目って1勝1分け。1巡目1巡目だったら4点でしょ。うん、1巡目2巡目で8点で、最後6点プラスだから14か。お父さんより俺やばい、2点も負けたな。え、みんな1勝1敗だもんね、1巡目ね。1巡目は見てる、だから3プラス3だもん。3プラス、いや、かなりやべえ。13じゃない俺、ね、3プラス4、最後6でしょ、3巡目が13だ。大丈夫でしょ、2連勝してたら大丈夫でしょ、最後ここは引き分ければいい、うん、みんな勝ち点が出るんですけど。サンキュー、うち、うち、俺色だったんだね、なんか体型がね、ちょっとそんな感じじゃなかった。うちの10世の子でもサッカーやる子がいてさ、たまに誘うんだけど、いつも仕事でなかなか来れない。なかなかお昼のこの時間はねえ、やりたがってるんですか。うん、なんか、うん、やりたいとは言ってるけど、分からない、社交辞令かもしれないけど確かに一応だいぶ年下やから誘うけど、なんかいつも予定合わないみたいです。まあ実際勤務があると。もう一回、もう一回。うお、あー、危ない危ない、連携差が。岡田一人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 、静かに静かにやってる。相手がちょっともう行くしみたいな。うお、いいボール。やばいやばい。でも水曜日のでもすごい難しいね。あれ大変ですよ。あれは10万4でも、あの水曜日のやつすごい、あれはプレッシャーがあんまありませんからね。いやいや、フィジカル強くないと厳しいね、あれ。厳しいっすね。だからてっちゃんとかすげえ強いね。強いよね、あの人でしょ、あの佐竹君。佐竹、あいつ超手いってえから。もともとサッカーとか。おお、ナイスシュー。サッカーっぽいね、なんか出身が。サッカー、ゲージサッカー。うお、それと吉川さん怪我したから来なかった。あー、そうか、吉川さん今日来てないの。そういえばなんか先週のこの間の日曜とか、あ、じゃあなんかのコサルで怪我した。あー、そうなんだ。金曜かな、金曜に走って。寂しいな、やっぱ吉川さんいないと。毎週いますか。来た、岡田さん来た。あボールが行き交う。ボールが行き交う。
ハハハハ。